안녕하세요. 안녕하세요. 너무 자키네. 짝짝짝짝짝. 피그미스리 대낙수. 파트 5 산속 야태고. 렛츠 고. 누 예. 아따이마. 아름이다세요. 마법. 마법이데 흐도 멋지다세요. 고고. 고고네. 알았어. 써. 2人 이만 멤버 이르카라. 나지른서네. 나지마스. 이제 불타이. 네, 다녔대. 네, 뭐, 국가도 뭐, 다요랬나, 이왔찬다로나. 이제 이왔다! 네, 이왔다, 닥산 도우카시마스. 네, 뭐, 길비금이 뭐, 시도하라네. 이제 길비금이! 네, 호노는 대체 맞지 않고 이럴까라. 아까 비금이 뭐, 나한테 시타트레 데크. 마, 손나간 데고! 네, 리더 챈지. 으씨. 걸리고가 나와서. 네, 걸리네! 물도 이 낚일 리고 할게요. 아, 쏘쏘쏘쏘! 요시, 아타시 마셔, 찐이다, 이 간지다. 으, 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 어떻게? 어떻게? 고구려 킬러 보세요! 하, 얘 저도 할게! 좋았다, 내가 고구려 생긴 게 트렌드 하죠? 마, 돌려서 노버려, 노버려! 마, 고구려도 고이지, 세트시가 나요, 네! 아, 자, 자, 자! 네, 고노 BGM 나스카시다! 삐그미츠 보여서! 노버려, 노버려! 아, 자, 자! 아, 야, 아베 긴장시를. 에, 맞대, 맞대, 맞대. 에? 이번 당구한테 코너한테 시기까지 됐나, 오마에. 오케이, 오케이, 오케이. 오마에, 소찌야, 미즈다. 오마에, 소찌야, 미즈. 제트그래요. 오, 오메, 오버레르까라. 많이 왔대노, 대메. 세코이서. 오, 라우비금이 이나인다서. 아, 무네. 아, 무네. 아, 진, 한난다, 이따. お前、戻って来いよ、卑怯だぞ。おい、かかって来いよ。うわ、卑怯だな、あいつ。このまま勝負する？逃げる？青木組いないと何にもできなさそうだろ、ここ。そうだなごめん、ここ行った勝負やめさ。周り見ても何もなさそうだし。周り見たら何もなさそうだしね。仕方ない。ここ一旦ちょっと、勝負やりますわ。戻ります あ、なるほど。ここに入り口あったわ。この奥から高い風だ。わかった。キービクミンそんなよ。穴掘りが高い。わかったよ。答えわかったわ。あの洞窟飽きるんだよ。よし。昨日ここは敵を片付けたから、今回はこれ行こうかな。お、これはキーピ君の番だね。やべえ、ここキーピ君めっちゃ大活躍だな、おい。あったあった。よし。ヒント来い。で、ここだよな、問題。これどうやって外せばいいんだ？あ、わかった！そう、まず、リーダーを2人にするんだよ。いや、なんか昔よりさ、二人で行動するの、この重要性、分からされるわ。とりあえず、ここは赤ピキに任せよう。20匹だね。わちゃわちゃわちゃ。あー、なんか今回さ、謎解き要素めっちゃ多くね？うん、やってて思う。とりあえず、突撃。よし。オッケー！よし！こういうことだね！ヘイ！あ、いたぜ。これね、ゼルダの伝説だった。てててててててってなってるよ、これ。わかったぞ。いいね、気持ちいい。よし。オッケーオッケー。とりあえず、どんどん行こうか。あれ、どうした、お前ら。ここに、登録されたやつ、いないね。オッケーオッケー。わーい！じゃなくて、よし、よし、行こう行こう行こう。これ誰に任せようかな？多分洞窟だから、あれだな。とりあえずここは赤ピクに任せよう。
とりあえず、ここは前線を가요。よし、とりあえず6人行くか。よし、行こう！中に入ろう！うわ、早速やべえやついますやん。とりあえず赤ピクで攻めるしかねえな。オッケーオッケー。オッケーオッケー。いい感じよ。あーっと、ここ間欠戦もあんのか。これ、燃えるやつは、あれだね、回収できないっぽいね、どうやら。え、どこだ、導火線。あったあった。とりあえず突撃。よーし、着いた！いいねー、ふっかふかな気持ちよさそうな、おめえ、のんきだな。よし、そういうことか。よし、これでステージはだいぶ軽くなったぞ。次はどうなっていくのか？乗るべきか、ここはとりあえず。乗るべきだな。あ、やばい、落ちた。ごめんなさい、落ちました！落ちました！ここ穴があったか。不死者だったね。気をつけないとな。あー、ここもあるか。まず彼女乗せて、まあ高いとこ有利なキーピクミンにして、あー、行っちゃったよ！間違えたよ、ボタン。はー、やらかした。よしよし、よしよし。よーし、こういうことだな。これね、昔よりなんか日元リスク上がったね。勝手に行かないもん、あの子たち。昔と違って。積極性なくなってるよ、積極性が。まあ、クレームつけちゃダメだけどね。うん。よし。とりあえず、これ、マップ一回一回見ながら、どこにピクミンが置き去りになったかチェックしていく必要が出てたね、今回の作品。いやー、緊張感あるね。日没の恐怖ってやつ。いや、昨日は本当にね、マジ怖かったからね、あれ。汗ダクダクだったからね。え、待って、チビクマいる！え、うーわ、クマチャッピーだよ！出たー、クマチャッピー。因縁の相手、クマチャッピーっすよ。やべえやついんな、そこ。ただな、ここじゃなさそうだな。あと、一つ道が繋がってるか。とりあえず行ってみるか。時間ある限り。そうだね。時間ある限り行ってみるか。お、岩田の出番だ。行け、岩田！よし、あ、行け、行け。行け、岩田！あ、行け、行け。これは全員で行った方がいいね。オッケー！ナイス！ナイス破壊力だよ、岩ちゃん。違う違う違う。こっちだこっちだ。あぶねえ。なるほど、そういうことか。枯れ半分。人が近づくと葉っぱのふりをする。やべえやつだな。あー、そういうことね。はいはい、わかりましたよ。これはね、赤いピクで行こうかな。こーわ！あぶな、こっちは食うんだ。半分と違うんだな。はーい、取ってないとな、あいつらには。なるほど。ここ、誰か取ったみたいね。なるほど！チャーリーが、キーピクミンで出会った場所だね、ここ。あー、なるほど。話が繋がってきたぞ。ってことは、さっきの洞窟は、チャーリーがいた場所だ。だね。変なのいいし。変なのいいし。これって、キャプテンが落ちた後かじゃ。一旦止まって、おい、はけはけ。よーし、オッケー、こういうことだね。ほー、焦るね、今回。いい感じだわ。なるほど、チャーリーがいたと思ってた。あ、危ない、これ水だ！あっぶな！あ、でもこれ取りに行きたいな。よし、一旦解散して、俺たちが見に行く。遭難者へ。あ、待って、あ、キャプテンオリバーのやつだ！これちょっと重要だから見ていこう。節電に、誰かの人型を発見した。かつての私のような、遭難者かもしれない。このエリアは電気を帯びた仕掛けを置く。きっと困ってることだろう。近くにこれを埋めておこう。戻ってきて見てきてくれると、見つけて、あ、ごめんね。戻ってきて見つけてくれると、いいのだが。はぁ、さすがオリバーさんすわ。天才だ、あの人。マジ人格者。マジ人格者だわ。はぁ、オリバーさんに惚れちゃうね。
まあ、ひとまず、ここが、チャーリーがいた場所だってことを覚えとこう。なるほどね。ここはチャーリーがいた場所か。わかった。あ、ここはボス戦ね。了解した。ボス戦か。緊張するな。そうだね。ひとまず、ここは一旦終わりにして、ここはひとまず終わりにして、あれだね。明日に備えようか。キャプテン、あなたは今どこで何をしているのですか？僕はあなたのような良き死に巡り会えて本当に幸せでした。キャプテンの思い出と教えは僕たちの胸に深く刻み込まれて決して忘れることはないでしょう。キャプテン、チャーリー。で、あれ、おい！キャプテンを殺した手にすんな！確かにここチャーリー歩いてたね。ここ歩いてたね、確かにチャーリー。覚えてるよ。うーわ、早速変なのいますじゃん。これどうやって向かう？まあこれだな。正しいのはこれか？おら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 、オッケー。あ、なんか消えた。よし、これが正解かな。うーわ、なんかいるわ。何の気配だろう。うわ、なんか飛んでんね。キモいな、なんか変なの飛んでるわ。やべえ、怖え。待って、薄暗くて怖いんだけど。ちょっと待って、ちょっと待って。うわ、なんか飛んでるわ。飛んでますやん、なんだあいつ。とりあえずやべえやつっていうのは分かったわ、あいつは。うわ、怖え。待って、恐怖で動けない。変なのが飛んでんだけど。あ、ちょうどいいのだ。オッケー！来た！こいつか！うわ、ぐるろ！なんだこいつ！え？今のは？Gレーダーで最大反応があったけど。まさか、あいつはキャプテンよ。その可能性は高そうだな。あれ、さっきのあいついなくなったな。あいつこれどっかそっか。オッケー、ミツゲット。お前らの亡骸、ありがたく吸わせてもらうよ。チュー、キーピクミンの山になったよ。じゃあな、バケボンのベビーたちよ。お前たちのことは忘れるよ。よーし、行くね。じゃあな、ベイビーたち。僕は先に進むよ。待って待って。よーし、行こうか。とりあえず説明しようんだよ、こう。大化け鏡。あ、あいつ、なるほど。大化け鏡って言うんだね。眩しいのは苦手。よし、覚えておこう。鍵を握るのは警備組だ。警備組はすぐ投げるようにしとこう。キャプテン、無事でいてください。いるな、あそこに。あそこにいるのは分かった。さて、どうやって立ち向かおうかな。いたぞ。あ、大丈夫大丈夫、大丈夫、ピグミン大丈夫。ブラ、今それどころじゃねえって。おめえかわってどこじゃねえんだよ。うらら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 。あ、これとりあえず逃げよう、とりあえず逃げよう。あいつ胞子やばそうだから、明るいところが苦手なのか。その節はありそうだね。明るいところが苦手っぽいな、どうやら。だいたい分かったぞ。あっ、あっ、明るいところ苦手だな、あいつだったら。分かったぞ、だいたいあいつの弱点。よし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 。オッケー、いったぞ。アタックチャンス。あ、じゃんけん。あ、待って、ボス戦の BGM 流れないんだ、意外と。まずい。B ボタン、B ボタン。B ボタン。待って待って。待って待って。なんとか B ボタン。おっと？え？まさか。成功！子供呼びやがったか。何か生まれたぞ。
なるほど、造園か。お前たちはそれで戦うようだね。わかった。お前たちはこんじゃわかった。俺はこの手でぶっ潰してやる。勝負だよ。ここはキーピクミンだな。いや、来た。クソ、逃げた。どうやって戦うか。大化け鏡2。明るいところには近づかない。なるほど。明かりをつければ安全地帯ってことか。じゃあ明るいところを軸に戦えばなんとかなる。オッケー。いけ、ジムリン。よーし、だ。実体ができないね。実体ができないと？なるほど。あいつが近づいた時にやんなきゃいけないってことか。実にめんどくさいな。あれ？あいつが近づいた時にやんなきゃめんどくさいな。来てるしな。めんどくさいな、この戦いは。オッケー。うわ、死に方グロ。目玉だけ残してったよ。グロいな、足型。ただ、あいつをどうやって攻略する？気持ち悪いな、それとも、ほんとに。地球をどうやって攻略するかが鍵を握る。やべえ。攻略が思いつかねえ。待って、電極はどこだ？電極。俺、使い果たした記憶あるな、多分。あ。とりあえず、岩ちゃんのこれぶっ壊すか。オッケーオッケー。とりあえずぶっ壊しておいて、あー嫌か。あーなるほどね。パネルがある。がー、パネルをちょっと運ぶの怖いな。敵いるな。ボスいるね。あいつ厄介だなー。必ず近づいてくるわ。どうすっかだな、あいつを。とりあえず明るいとこにいればなんとか安全圏だから、そこからちょっと考えよう。あいつどうやって倒す？オッケー。よっしゃ、一発！とりあえず4室冷めて結構勝てくるからね。あいつ子供守るようにして近くにいるな。これなんかヒントかな？待ってね。あ、とりあえず先にぶっ壊そうか。よし。おい、OK。ぶっ壊成功だ。そうだね。ああいう危ないってね、先に壊しとかないと。ついてくんな、あいつ！気持ち悪いな、ストーカーかよ！あいつ、ストーカーって言うかな、これから。おらら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 ら、へい！よしよし、ぶっ壊した、ぶっ壊した。とりあえず、あ、映った。危ない危ない。さすがこれ危ないか。どうやって挑むか。何か実体化できるのあるかな。よし。あ、いたいた。まず運ぼう。まず運ぼう。俺はついていくよ。俺はついていく。俺はついていくから安心して運んでくれ。俺はついていくから安心して。俺はついてる。よし、一体立てるぜ、ここ。あれ、枚数は足りない？枚数足りねえか。枚数はもうこと足りてると思うんだけどな。そっか、反対側からもう一箇所必要っぽいね、どうやら。よし。とりあえず糸口は掴もうよ、まず。あいつにどうやったら攻撃できる？ボリトンに投げる？いや、もうちょっと様子見させて。来てんだ、あいつ。うわ、来た！当たんねえ！来た！あいつ、厄介だよ、マジ！どうやって倒す？あいつガチで厄介だぞ。どのくせ反撃できないっていうね。悔
悔しさ。登れ登れ。偉いぞお前たち。行け。来るんだよ来るんだよ。よし。よかったよかった。あとは運ぶだけや。よしよし。偉いぞお前たち。まずは運ぶだけや。登録されたやつ、いないね。よし。いなさそうだ。待ってて。で、こいつは俺が引き取る。安心さがない。よーし。おーし、お前。もう透明人間。いや、透明化け物。俺が言ってた。すごい電気エネルギー反応だ。ケイピ君には機能できないから。なるほどね。あと何匹だ？あってい！これはでかいぞ！よーし！さあ、反撃の時間だ。うわ！うわ、息死んだやつ！見た見た！息死んだやつこ！さあーって、おめえに透明なくなった今、ただのカスと一緒だ。殺す！オッケー！一発！ふぅーイエー！残念だったな。お前、捨て好きがないと、何もできないんだね！ふぅー！お、なんだ？お、チャオリー！ここにいたか？ふん、心配させやがって。アルフ、無事だったか？お、なんかダンディーな音が流れてるぞ。奴の体の中にいたせいか、少し匂うな。ほう、余裕があるな。アルフ、困ってんな。だが、気にすることはない。この、キャプテン・チャーリーがいれば、もはや。もはや？キャプテン！そんなことより、ワープドライブキーがないんですよ。なんだって？あれがないと、コッパー勢変わるやぞ。そういえば、奴の鼻がね、こんなデータ拾ったんだが。なんだ？あ、またキャプテンオリバーだ！今日は鍵のような物体拾った。お宝の箱を開ける鍵だろうか？それとも、何かを起動させる鍵だろうか？何にしても、函館製で待つ、息子にちょうどいいお土産ができた。あー、なるほど。そっか。オリバーたちが住んでるところ、お宝死んだもんね。鍵って、お宝使いになるよね。なるほどね。どうやら、この惑星には我々以外にも高度な文明を持つ者がいるらしいな。函館星！函館星ね。うん。その人物が拾ったという物体が、我らがドレイク号のワープドライブキーに違いない。そういうことか。文化の違いだね、これは俗に言う。こいつ、倒した？ストーリーで大化け鏡を倒す。そうだな。じゃあ、キープクの下にしていいよ。ちょっと待って、マップ見てみよう。あれ ?2 匹足りねえ。え、あいつはどこ行った？え、どこ行ったあいつは？待って、どこ行ったあいつは？やべえ、俺見落としてる可能性あるな。え、どこ行った？やべえ、またここでいなくなるの？いやー、そりゃないって。待って。え、待って待って、落ちちゃう俺。とりあえず落ち着こう俺。え、どこ行ったあいつは？うーわ！マジかよ！遠っ！はぁ、遠いな、そこは。ちょっと待って、遠いって。これさ、どうやって行くのが一番近いかな？一番近いルートって、来た道戻る？来た道戻るのが一番遠いかな、やっぱり。ね、仕方ない！来た道戻るか！待てよ。待って待って！残り時間少ないんだ。紙袋ってさ、渡れたっけ？あ、一応行けるか、あそこ。書きよう、まずは。紙袋が結構斜めった形だったのを覚えてるから、それで行けるかもしんない。あ、よかった、行けるわ！道になったわ。はぁ、せったー。これで救いに行けばいいんだな。よし、急ごう。あ、ああ、びっくりした！え、びっくりした！
クリスタ、何だったんだあれ。幸せもんじゃん、マジ。あ、そうだね。よかった。ここにいたんだ。さっき、ホースで落下した時にいたんだね。探索ミクメン、キーピクメンの活躍によって、2体目の巨大生物を倒すことに成功した。すると、驚いたことに、中から僕らキャプテンが出てきた。飲み込まれても生きてるんで、さすがキャプテンだ。僕も、ミナマキだ。いや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 、ここはミナマンでいい。でも、臭いのはちょっと嫌だな。正直でよろしい。食料発見の、食料発見を報告したところ、キャプテンは嬉しそうに何度も頷いていた。おー、そっか。食料って大事なんだな、コッパー星人にとって、やっぱり。お子玉星はお宝。コッパー星人は食料。なるほどね。やっぱ、星によって、文化って、変わるんだね。うんうん。See you!